today I'm going to be reacting to Naruto Shippuden Eyes to See in the Dark. Ooh. Okay, now. Naruto, hang in there. We're coming, okay? I can't wait to see this episode. And so far, these episodes are so I'm loving them, guys. I'm so excited. Ah! Okay. That being said, guys, let's get to it. I know karate. You know, if I was there, I would support them. Then I would die right away because, you know, I'm gonna wait. They have superpowers, I know. So, yeah. Nanda. Where is she going? Where are you going? With your eyes. With those eyes. That little kid. Konoha留守番隊第一小隊東エリアのパトロール終了現在異常なし Konoha留守番隊第二小隊西エリアのパトロール終了現在異常なしこれより第一小隊は北エリアのパトロールに入る第二小隊は南エリアに向かうしっかり頼むぞ Konoha丸渡瀬たちも死ねやだけど、やっぱかっけでも、意欲の打ち音を倒しやがったカリン、人質に取られるようじゃ、足で待てカリンお前だかあれも没収しねえといけないんじゃねえのかそうしようとしたら暴れた暴れたああやってる方がおとなしくしてるしたかがこの前の一枚だしななら俺たちもおとなしく普段ゲームでもやるかおうおいサスケいるかいしかし無駄に広いアジトだよ本当どうしたの何でもない少し頭痛がしただけだもしかしてまた暴走じゃないよねいいな君がここに来たってことはオロチマルを倒したんだねなるほどそんなことよりここから出してやるやっと出られたありがとうサスケ敵は暁のウチハイタチを殺すことだそこでお前たちの力を借りたいもちろん強制はしないカリンお前は用があるって言っていたな。どうする？そうだな。よく考えたら、別にあまり急ぐようでも。カーリン、君は素直になったらどうなんだ？本当はサスケとずっと一緒にいたいだけなんじゃないのか？ずっとのあいつらの間をぶった切るのがたまんなくてさ。なんかこう、すべてのものをぶった切って二つにしたい衝動に駆られるんだよ、俺っぽくて。お前、かなりろくでもないやつだ。これに関してはサスケの方がろくでもないを通り越しまくってヤバいよなんだとだってイタチを倒して目的を果たしたとばっかり思ってたらさこの葉を潰すなんて言ってたよあいつ暁と手を組んで八里の陣中力狩りなんて考えない任務を僕たちを巻き込んでハチのように刺す Hell yeah! サスケそしてこれでとどめ刺す
ってのは考えず殺すつもりで行こう。それで死なない程度に倒せるはずだよ。正体ってわけか。アンヌ全員あの時死にかけたんだぞ。なんとか任務やり遂げたけどさ。そしたら次は五影階段に乱入だよ。雷影たちと大乱闘だよ。いくらましか僕たちにお構いなく天井を落として。なんだよこれ。おかげで僕たち鉄のクリア炎になってたんじゃないか。僕は君らが嫌いだ。話をすれば水かけ論。何かやろうとすると決まって水を差す。だから、うん、これオロチマルはこんなことまで考えてたってことか。だとしたらこの資料は今の戦争をも左右しかねないものなんじゃないのか。早速俺を追ってきた。なんでお前がここにいる。わけじゃなさそうだな。ここへ来るまで二つの町を通ったが誰一人いなかった。外の様子が変だとは思ったが何か知って。スサノオ、シャリンガン。戦争だった。お前も俺と同じ孤独の痛みを知るものだ。そしてその痛みが人を強くする。だからこそこのつながりを断つことで俺はさらなる強さを手に入れる。忘れたかなると本当の強さが何なのか。腐れ切った忍び世界からウチハを決別させる感覚、ある意味お前たちコノハがずっと望んできたことだ。昔からうち俺もお前のところに行くとしよう。お前を切り、お前らはコノハの忍びではない。約束のうちには入らん。いい目だ。どんどんなじく悲しく重いものになる。だがそれが正しいんだ。見ていてくれ兄さん。 Oh my god。 いつかきりとき。Okay. I miss the old Sasuke, honestly. This Sasuke is dope. But if he was in the good side, I'll be happy. I want to see what Orochimaru was going to plan. And I don't know what's... Oh my god, I hope nothing bad happens. I'm just going to have to wait and see in the next episode. Well, actually, I'm going to jump into the next episode because it's freaking awesome, man. Alright, guys.That being said, thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoy. Comment below what you guys thought. Like, subscribe, share, and we'll see you again next time.